はい、まこでございます。今回もよろしくお願いします。ではコナン君から情報収集をしていきましょう。本当の事件なんだからみんなで探偵ごっこなんてしちゃダメよ。天井に見える鉄の棒、あれは何なんだろう。宮田さんが誠一さんとのメールのやり取りに使ってたパソコンだ。他にはもう手がかりになりそうなものはないな。ガキどもは探偵の真似事なんてやるんじゃないぞ。俺様一人で十分だ。探偵捜査の仕上げ変わった。全ての謎は一つの大きな謎に結びついている。一つ手がかりをたどっていくことで謎は解明されるだろう。あるキーワードについて考えてもわからなかった場合、別の手がかりを得た後で改めて考えてみるとわかることもある。そうして一人ずつ手がかりやキーワードをたどっていくことによって謎を解明するのが探偵捜査の基本である。こっち、暗号の解き方2。暗号は一見意味がないように見えて実は意味のある文章である。つまりその意味不明の文章を読み替えるための手順さえつかめれば理解できる文章に変換できるのである。この手順が暗号のコード表のように別に存在している場合はそれを手に入れずに読み解くのは極めて難しい。しかし不特定多数に向けて提示されている暗号はそのような変換表を持たないケースが多い。その場合読み替えのための手順は暗号そのものや暗号に付随するもののうちに秘められているはずである。暗号の周辺に暗号を特定の順番で並べ替えるルールが隠されているはずである。といえばさっき京子さんと話をしたんだけど、京子さん昔このお屋敷の屋根に登って海を見たことがあるんだって。屋敷のどこかにはしごがあってそれで屋根に登れるらしいんだけど、面白そうだな、私も登ってみたいわ。誠一さんどこ行っちゃったのかしら。執事さん、おやおや元気なのはいいことですが、あまり走り回らないでくださいね。お、留守かな。いや、奥から水の音が聞こえる。シャワー浴びてるんだ。誰得だよ。いらないよ、クニオのサービスシーンなんて。うわー、脱ぎたての服がある。窓の外は森だ。静かで落ち着いた家だな。失礼します。さすがにここを開けるわけにはいかないよな。クニオさんのズボンだ。おや、汚れがついてるぞ。何か錆びついたものに擦った跡みたいだ。キーワード、ズボンの汚れ。ちょっと見てみましょう。ズボンの汚れ。クニオさんのズボンについていた錆のような汚れ。これは一体何だろう。クニオさんの家からイサムさんの家に続く足跡だ。よく足跡を見るとつま先に重心がかかっている。やっぱり後ろ向きに歩いていったものに間違いない。家の周りをぐるっと回った足跡。これは全体に均一に重心がかかっている。普通に歩いた足跡だな。ここに黄金像が飾ってあったんだな。で、花瓶。凶器の花瓶だ。これでイサムさんは後頭部を殴られた。ここに死体が倒れていた。争った形跡はないし、顔見知りの犯行だろうか。スニーカー。イサムさんのスニーカーだ。なんでこれで泥の中を歩いたのか。傷はやはり見当たらない。私約束があって来たんだけど、玄関ホールの大時計時間が遅れてたのよ。もう行っちゃったのかな。鳥の巣箱だ。ヒナが帰ったんだな。おお。窓の外は海か。誠一さんの机だ。パソコンがある。ここにはもう手がかりはない。そういえばあんたらの他にも珍しくこの島に客が来とるんだよな。ほら、あのカメラマンという娘さんな。あの人も随分島にある石碑に興味があるらしくてな。あちこち見て回ってるみたいだな。マッサージ機ってこんな年代物がまだ動くのか。どうだい、俺の疑いは晴れただろう。大体俺を疑う方がどうかしてるぜ。俺はこう見えても善良な市民なんだぜ。ま、俺はやるときにはやる男だけどな。えっく。村の男はほとんど寮で出払っとるんだ。村に残ってるのは女、子供か、わしみたいな老人ばかりじゃよ。あなた老人だったの。どうじゃ、現場に入れるようになったじゃろ。捜査進展しましたかの。うーむ、前の連絡船ではあまり品物が届いてないようじゃの。この島で買い物するにはこの店しかないから品揃えが寂しいと辛いの。村に一つの商店だ。2回も人が死ぬ事件が起きるなんてね。しかも両方とも島村家の関係者と来てるし。桑原、私の疑いは晴れました。島村家に関係のある人たちが次々に亡くなっていくのは島の人たちにとっても辛いことなんです。早く事件が解決するといいんだけど。いえ、
京子さんの家だ、勝手に入るのはやめとこう。もしこれで会話の変化がある人は全員聞いたので大時計を調べます。本当だ、里見さんが言ってたように少し時間が遅れてる。お、どうも昨日から時計の調子がおかしいんですよ。この100年遅れたことなどなかったのですが。100年、すげえ、おじいさんのフル時計。ちょっと開けて調べてみますか。お願いします。あれ、時計の歯車に何か引っかかってるぞ。なんだこれは。携帯電話だ。なんでこんなところに。キーワード、携帯電話。もう一回。なんでこんなところに携帯電話があったんだ。こんなところに置き忘れるわけないし。ちょっとキーワード見てみよう。携帯電話。ホールの大時計に隠されていた携帯電話だ。一体誰のもので、なんだってあんなところにあったんだろう。そうか、ミキさんの言っていた屋根に出るはしごというのが、あの天井に見えている鉄の棒なんだ。しかし、錆だらけじゃないか。あんなはしごを登って折れたりしないのか。で、このタイミングでキーワードを見ます。ズボンの汚れ。クニオさんのズボンについていた錆のような汚れ。待てよ、この錆の色、どこかで見た覚えがある。そうか、わかった。屋敷の4階から屋根に出るためのはしごについていた錆なんだ。ということは、クニオさんは何かの理由で屋根に出たことになる。これは屋根に出て確かめてみる必要がある。もう一回。クニオさんのズボンについていた錆のような汚れ。これは屋敷の4階から屋根に出るためのはしごについていた錆だ。ああ、屋根の上に出るはしごですか。ああ、確かにございますが、そこは傾斜が急で危険なので、お子様方を出すわけには参りませぬな。うん、あのはしごを下ろせば屋根に出られるのにな。子供だと危ないからって出してくれないや。よし、おっちゃんの名前を借りるしかないな。もう一度高村さんに話してみよう。行ったり来たりちょっとめんどくさいな。おや、これはまた何かご用ですかな。うん、屋根に出るはしごの話を心おじさんにしたらね、何か手がかりがあるかもしれないから下ろしてもらうように高村さんに頼んできてくれって。毛利様がですか。なるほど、わかりました。屋根の上は危険なので、あれは確か上げたままになっていたはずですが、あれを下ろすには竿が必要です。今取ってきます。食堂にあるんだ。何でも揃ってるな。さあ参りましょう。コナンの顔でかいな。高村さんと比べて一回りはでかいな。ドラえもんばりの二頭身。お、ああ毛利様、ただいま下ろしますので。ああ、あのね、夕食のメニューがお刺身なんだって。高村さんがこれから包丁使っておろしてくれるんだって。おお、それは楽しみだな。早くおろしてください。そろそろ腹も空いてきた。あー、では参ります。待て、この屋敷の厨房は4階にあったかな。ない。コナンも適当なこと言いすぎだろ。このシリーズのコナン、悪どいっていうか汚いよね。今下ろします。お願いします。よし、これで屋根に登れます。屋根は傾斜が急ですからな。毛利様にお気をつけになられるようお伝えください。ありがとうございました。よし、行こう。おお、こうなってんだ。おお、お、里見さんがいる。あ、ここだな。あれ、こんなところにガラスの破片が落ちてる。しかも新しいものだ。ここは屋根の上だぜ。一体どこのガラスなんだ。キーワード、屋根の上のガラス。で、このタイミングでキーワードについて考えます。まず屋根の上のガラス。屋敷の屋根の上に散らばっていたごく最近割られたガラスの破片だ。なぜあんなところにガラスが落ちてたんだろう。宮田さんは4階から窓を突き破って落ちたはずじゃないのか。そういえば、あの破片が落ちてたのはちょうど書斎の真上あたりだった。待てよ、俺たちは宮田さんが4階の窓から落ちたと思い込んでたけど、考えてみれば誰もその瞬間を見たわけじゃない。場所がちょうど書斎の真下で書斎の窓が割れていたから、当然そうだろうと思い込んでいただけだ。一旦思い込みを捨ててゼロから考え直してみる必要があるな。もう一回。屋敷の屋根の上に散らばってたガラスの破片だ。宮田さん本当に4階から落ちたのか。で、ガラスの破片、書斎に落ちていたガラスの破片、この破片が部屋の内側に落ちていたってことは、宮田さんが4階から落ちたんじゃないってことだ。
窓を突き破って落ちたのなら内側に破片は落ちないはずだ。おそらく犯人があらかじめ窓を割っておいてその欠片を回収して宮田さんを落とすと同時にそのガラス玉を落としたんだ。それで落ちた場所が書斎の真下で、書斎の窓が割れていれば目撃者は書斎から落ちてきたものと勘違いする。犯人の使ったトリックがだんだん見えてきたぞ。そして本当に犯人が宮田さんとガラス片を落としたのは当然ガラス片が落ちていた屋根からだ。しかし何だって犯人は屋根からどうやって宮田さんを落としたんだ。まだまだ謎は解けていない。もう一回、書斎に落ちていたガラスの破片だ。窓を突き破って落ちたと思っていた宮田さんだけどガラスが屋内に落ちてた。つまり犯人はあらかじめ屋内でガラスを割っていたということだろう。で、携帯電話、ホールの大時計に隠されていた携帯電話だ。そういえば被害者の胸の内ポケットにも携帯が入っていたな。そうか、ひょっとすると携帯を使えば好きな時間に宮田さんを屋敷の屋根から落とすことができるかもしれない。宮田さんはあらかじめ薬か何かで眠らせておき、4階の書斎で割ったガラスの破片と一緒に屋根の上に運ぶ。そして屋根からすぐに落ちそうな位置に宮田さんを寝かせ、宮田さんの体の上にガラスの破片を置いておく。そして携帯電話で宮田さんを呼び出して、なるほど、犯人の使ったトリックが読めたぜ。もう一回、ホールの大時計に隠されていた携帯電話だ。これを使って犯人は宮田さんが落ちるタイミングをコントロールしたんだな。で、コナン君で少年探偵団に話してしまうと先に進んでしまうらしいので、まだしません。次は蘭姉ちゃんで情報収集していきます。蘭姉ちゃん、なんか変なことあった？天井に見えてるあの鉄の棒、あれは何なのかしら？宮田さんが誠一さんとのメールのやり取りに使っていたパソコンだわ。他にはもう手がかりになりそうなものはないわね。うーん、この辺も怪しそうな気がするんだが。あー、せっかく島でのんびりしようと思ってきたのに。捜査は進んでますか？うすかしら。うん、奥から水の音が聞こえるわ。シャワーを浴びてるのね。窓の外は森ね。落ち着かで落ち着いた家。失礼します。ここを開けるわけにはいかないわよね。クニオさんのズボンね。他のキャラでズボンの汚れのキーワード入手したので見てみます。ズボン汚れ、何のことかしら。私にはよくわからないわ。クニオさんの家からイサムさんの家まで続いている足跡と見せかけておいて、実は後ろ向きに歩いていたものだったのね。何か不自然な感じがしたのはそのせいだったんだわ。こっち、家の周りをぐるりと回った足跡だわ。ここに黄金像が飾ってあったのね。花瓶、凶器の花瓶、これでイサムさんは後ろから殴られたんだわ。ここに死体が倒れてたのね。争った形跡がないから顔見知りの犯行なのかしら。スニーカー、イサムさんのスニーカーね。どうしてこれで泥の中を歩いたのかしら。傷は見当たらないわ。鳥の巣箱だわ。あ、中の卵が帰ってるわ。生まれたてのヒナ、かわいいわ。窓の外は海、素敵な家ね。誠一さんの机ね。パソコンがあるわ。ここにはもう何も手がかりはないか。マッサージ機ね。うーん、やっぱりやめとこ。お店だわ。なんだか懐かしい感じのお店ね。人の家に勝手に入るわけにはいかないわね。京子さんの家だわ。勝手に入るのはやめておきましょう。本当だわ、里美さんが言ってた通り少し時間が遅れてる。どうも昨日から時計の調子がおかしいんですよ。この100年遅れたことなどなかったのですが、ちょっと開けて調べてみますか。お願いします。あら、時計の歯車に何か引っかかってるわ。え、携帯電話、どうしてこんなところに。キーワード携帯電話、どうしてこんなところに携帯電話があったのかしら。見てみましょう。携帯電話、ホールの大時計に隠されていた携帯電話だわ。一体誰のものがあんなところにあったのかしら。分かったわ、ミキが言ってた屋根に出るはしごというのがあの天井に見えている鉄の棒のことね。でも錆だらけ、あんなはしごを登って折れたりしないかしら。で、キーワードを見ています。ズボンの汚れ、国尾さんのズボンについていた錆のような汚れ、屋敷の4階から屋根に出るためのはしごについていた錆と同じものらしいわ。ここに来るまでの流れはコナン君の時と変わりませんでした。あら、こんなところにガラスの破片が落ちてるわ。ここは屋根の上なのに一体どこのガラスかしら。キーワード屋根の上のガラスで、今入手したキーワードを見ます。で、コナンでキーワードについて考えてから、今度はランでキーワードのセリフの変化を見ていきます。屋根の上のガラス、屋敷の屋根の上に散らばってたガラスの破片だわ。宮田さんは本当に4階から落ちたのかしら。
ガラスの破片。書斎に落ちていたガラスの破片だ。宮田さんは窓を突き破って落ちたと思っていたけど、ガラスの破片が屋内に落ちていた。つまり犯人はあらかじめ屋内でガラスを割っていたのね。携帯電話。ホールの大時計に隠されていた携帯電話だわ。これを使って犯人や宮田さんが落ちるタイミングをコントロールしたのね。はい、家の中でおとなしくしてまーす。せっかく島に来たのに僕らはここで留守番ですね。あゆみちゃん。あ、コナン君見ませんでした。次はその古城で情報収集していきます。何か手がかりが見つかるといいんだけど、天井に見える鉄の棒、あれは何なの？宮田さんが誠一さんとのメールのやり取りに使ってたパソコンね。他にはもう手がかりになりそうなものはないわね。歩き回るの嫌になっちゃった。ちょっとだけ休憩しようっと。なんだ、留守なの？あら、奥から水の音が聞こえる。シャワーを浴びてるんだわ。窓の外は森か。静かで落ち着いたいい部屋じゃない。失礼します。裏若き乙女がここを開けられるわけがないじゃない。国尾さんのズボンね。まったく置きっぱなしにしてだらしないわね。キーワードのズボンの汚れを入手したので見てみます。ズボンに汚れ、そんなものあったかしら。国尾さんの家から伊佐部さんの家まで続いている足跡と見せかけておいて、実は後ろ向きに歩いていたものだったのか。道理でどうも不自然な感じがしたもんね。こっち家の周りをぐるっと回った足跡ね。ここに黄金像が飾ってあったわけね。花瓶。やだわ、狂気の花瓶ね。これで伊佐部さんは後ろから殴られたのね。ブルブル、ここに死体が倒れてたわけね。争った形跡がないってことは顔見知りの犯行かしら。イサムさんのスニーカーね。なんでこれで泥の中歩いたのかな。傷はやっぱり見当たらないわね。鳥の巣箱ね。あら、中の卵が帰ってる。あんまりジロジロ見ちゃ親鳥が怒っちゃうわね。誠一さんの机か。ここであの人は仕事をしてたのね。待っててね、私が必ず無実を証明してあげる。けどここはもう調べたわね。マッサージ機だわ。ちょっとマッサージしていこうかな。残念、今は小銭がないわ。お店ね、日用品や食料はみんなここで買うのね。人の家に勝手に入っちゃ悪いわよね。京子さんの家ね、勝手に入っちゃ悪いわね。あら、ほんと、里美さんが言ってたように少し時間が遅れてるわね。どうも昨日から時計の調子がおかしいんですよ。この100年遅れたことなどなかったのですが、ちょっと開けて調べてみますか。お願いします。何、時計の歯車に何か引っかかってる。これって携帯電話じゃない。なんでこんなところに。キーワード、携帯電話。なんでこんなところに携帯電話があるの。見てみましょう。携帯電話。ホールの大時計に隠されていた携帯電話ね。一体誰のもので、どうしてあんなところにあったっていうの。あ、わかったわ。ミキの言ってた屋根に出るはしごって、あの天井に見えてる鉄の棒のことなのね。でもサビだらけじゃない。あんなはしごで登って折れたりしたら怪我するわよ。で、キーワードを見ます。ズボンの汚れ。国尾さんのズボンについていたサビのような汚れ。屋敷の4階から屋根に出るためのはしごについてるサビと同じものだそうね。ここまでの流れは一緒でしたね。こんなところにガラスの破片が落ちてるじゃない。ここは屋根の上なのに、どこのガラスなのかしら。キーワード、屋根の上のガラス。見てみましょう。で、コナンでキーワードについて考えてから、今度はその子でキーワードのセリフの変化を見ていきます。屋根の上のガラス。屋敷の屋根の上に散らばってたガラスの破片ね。宮田さんは本当に4階から落ちたの。ガラスの破片。書斎に落ちていたガラスの破片ね。宮田さんは窓を突き破って落ちたと思っていたのに、ガラスの破片が屋内に落ちていたのよね。つまり犯人はあらかじめ屋内でガラスを割っていたわけか。携帯電話。ホールの大時計に隠されていた携帯電話ね。これを使って犯人は宮田さんが落ちるタイミングをコントロールしたのね。最後はおっちゃんで情報収集をしていきます。天井に見えてるあの鉄の棒、あれは何なんだ。宮田さんが誠一さんとのメールのやり取りに使ってたパソコンだ。机の上には何もなし。さすがに早々手がかりが転がってるわけはないか。何、捜査が進展したかって。子供がそんなこと気にするんじゃない。俺は休憩だ。留守かな。いや、奥から水の音が聞こえる。シャワーを浴びてるんだな。窓の外は森だ。なんだか静かすぎて落ち着かない。失礼します。ここを開けるわけにはいかんな。国尾さんのズボンだな。何か汚れがついてるな。何か錆びついたものに擦った跡のようだ。
キーワード、ズボンの汚れ、見てみましょう。ズボンの汚れ、ウニオさんのズボンについていたサビのような汚れ、これは一体何だろうか。クニオさんの家からイサムさんの家まで続いている足跡と見せかけておいて、実は後ろ向きに歩いていたものだったとは、何か不自然な感じがしたのはそういうわけだったか。こっち、家の周りをぐるりと回った足跡が、警官、現場100回は捜査の基本ですな。何か新しいことは分かりましたか。ここに黄金像が飾ってあったわけだな。花瓶、凶器の花瓶だな。これで被害者は後頭部を殴られた。ここに死体が倒れてたわけだな。争った形跡がないということは顔見知りの犯行だろう。イサムさんのスニーカーだな。これで泥の中を歩いたのか。傷はやはり見当たらないな。鳥の巣箱だな。うん、中の卵は帰っているな。 H さんの机だな。パソコンがあるだけで他にはもう手がかりはなさそうだ。マスター時期か。別に面白くもない。当店だな。この村の日用品は全てこの店で扱ってるそうだ。ただの農家だな。別に事件の手がかりがあるとも思えんな。京子さんの家だな。勝手に入るのはやめといた方がいい。本当だ、里美さんの言ってた通り少し時間が遅れてるな。どうも昨日から時計の調子がおかしいんですよ。この100年遅れたことはなかったのですが、ちょっと開けて調べてみますか。お願いします。なんだ、時計の歯車に何か引っかかってるな。これは携帯電話だ。なんでこんなところに。キーワード、携帯電話。しかしこんなところに携帯電話を忘れるなんて変なやつもいるもんだ。うん、そんなやついるわけない。ではなんでこんなところに。見てみましょう。携帯電話、ホールの大時計に隠されていた携帯電話だな。一体誰のもので、なんだってあんなところにあったんだ。うむ、そうか、ミキさんの言っていた屋根に出るはしごというのが、あの天井に見えている鉄の棒なんだ。しかし錆だらけだな。あんなのに登って途中で折れたりしないのか。で、キーワードを見ます。ズボンの汚れ、クニオさんのズボンについていた錆のような汚れだな。うん、待てよ、この錆の色どこから見たような。そうか、わかったぞ。屋敷の4階から屋根に出るためのはしごについていた錆と同じ色だ。ということはクニオさんは何らかの理由で屋根に出たということになるな。これは屋根に出て確かめてみる必要があるかもしれん。さすがおっちゃん。もう一回、クニオさんのズボンについていた錆のような汚れだな。屋敷の4階から屋根に出るためのはしごについていた錆と同じものだ。ここまでの流れは一緒でした。お、こんなところにガラスの破片が落ちてるぞ。屋根の上だってのにどこのガラスなんだ。キーワード、屋根の上のガラス、見てみましょう。で、コナンでキーワードについて考えてから、今度はおっちゃんでキーワードのセリフの変化を見ていきます。屋敷の屋根の上に散らばってでだ、ガラスの破片だな。宮田さん本当に4階から落ちたのか。ガラスの破片、書斎に落ちていたガラスの破片だな。宮田さんは窓を突き破って落ちたと思っていたが、ガラスの破片が屋内に落ちていた。つまり犯人はあらかじめ屋内でガラスを割っていたということか。携帯電話、ホールの大時計に隠されていた携帯電話だな。これを使って犯人は宮田さんが落ちるタイミングをコントロールしたわけだな。全員の情報収集が終わったので、コナン君で進めていきます。おい、こら、あゆみが変なもの見つけてきたんだぜ。早く聞いてみろよ。あ、コナン君、あゆみちゃんが手がかりになれそうなのを見つけたみたいなんですよ。話を聞いてみてください。あゆみちゃん。あ、コナン君、待ってたんだよ。実はね、動物の石を探して島のあちこちを見てたんだけど、そうしたらね、森の奥でこんなものを見つけたの。スニーカー？これは、イサムさんのものとはしないバーススニーカーだ。しかも傷がついている。京子さんはイサムさんは買ったばかりのスニーカーに傷をつけてしまったって言っていた。しかし現場にあったスニーカーには傷はついていなかった。そして今ここにスニーカーがもう一つ。やっぱり犯人の使ったトリックはこれだったんだ。何かわかった？ありがとう、きっと何かの手がかりになるよ。じゃあ私たちは残りの謎の石碑を探してくるね。頑張れ、いってらっしゃい。よし、行こうぜ。了解。さて、みんなに説明する前にもう一度今回の事件について考えを整理しておこう。里美さん姉妹の家系に伝わる黄金像の謎を解明するつもりが飛んだ事件になってしまった。連続殺人事件の手がかりは全て揃った。今まで分かったことについて確認しておいた方がいいな。正しい選択肢を選んでいきます。
俺たちが島に来ていきなり目撃した事件、屋敷の庭で墜落死した宮田さん、宮田さんが落ちてきたと思われる4階の書斎の窓の内側には小さなガラスの破片が落ちていた。窓を突き破って外に落ちたなら破片も外に落ちるはずだけど、部屋の中に落ちていたガラスは、あらかじめ割ってあった風で吹き込まれた別のガラスにあらかじめ割ってあった。そうだ、あのガラスは宮田さんが落ちた時に割れたように見せかけるためあらかじめ割ってあったんだ。部屋の中で窓を割り、その破片を回収する時見落としたんだろう。こうやってあらかじめ割っておいた窓ガラスの破片を犯人は燃えないゴミへ、窓の外へ落とした。屋根の上にもガラスの破片が落ちてたってことは、犯人はガラスの破片を屋根の上に運んでいったんだ。そうでなければあんなところにガラスの破片が落ちているわけがない。あの時本当に宮田さんが落ちてきたのは4階の書斎から屋根の上から、実は落ちてきたのではない、屋根の上から。ガラスの破片と一緒に屋根の上から落とされたと考えるのが一番自然だ。おそらく犯人は睡眠薬か何かで眠らせた宮田さんを屋根の上に運び、宮田さんが目覚めて体を動かしたらすぐに落ちてしまうような場所に宮田さんの体を横たえた。そして集めたガラスの破片を宮田さんの上に置いておいたんだ。そうして宮田さんが屋根から落ちればガラスの破片も一緒に落ちてくる。眠らせただけではいつ宮田さんが目覚めるかわからない。俺たちが屋敷に着いたタイミングで宮田さんが屋根の上から落ちてくるように、犯人はタイマーをセットした携帯を鳴らした。そばにいてつけようとした。携帯を鳴らした。宮田さんの上着の内ポケットには携帯電話が入った。これが鳴れば眠っていた宮田さんは目を覚まし携帯を取ろうとする。そしてあの不安定な屋根の上からその携帯をどうやって鳴らしたんだろう。犯人が俺の睨んでるあの人だとすると、アリバイを成立させるためには公衆電話でかけた、アラームでセットした、自分の携帯からかけた。ギロマの大時計の中に隠してあった携帯、これで宮田さんを呼び出した。これならポケットに忍ばせておいてタイミングを測って呼び出しボタンを押せばいい。あの人だったら事件の後所持品を検査されても見つからないように大時計の中に隠すのも簡単だ。犯人の思惑通りに誠一さんはちょうど書斎にいたわけだけど、あの時誠一さんは里美さんたちを迎えに来た、忘れ物取りに来たメールで呼び出された。誠一さんの家のパソコンに残されていた電子メール、あれは宮田さんからの呼び出しのメールだった。もともと宮田さんと連絡を取り合っていた誠一さんはその言葉に従って書斎へ。誠一さんを落とし入れた犯人は2人の関係を知っていたということは、呼び出しのメールも犯人の狙いが読めてきたな。よし、宮田さんが殺された事件に関しては大体こんなところだろう。やはり誠一さんは通し入れられただけで真犯人は別にいる。最初の勇さんが殺された事件については誠一さんが犯人なのだろうか。そうでないとしたらあの家は密室と言っていい状態だった。一体どうやって犯人は勇さんを殺し足跡も残さずに逃げたのか。同じサイズデザインのナイバースのスニーカーが2つ見つかったが、1つは勇さん本人のものだとして、もう1つのスニーカーはイサムさんがもう一つ買ってた、犯人が買った、小五が履いてた犯人が買ったイサムさんのものと同じスニーカーがもう一つあり、それがすり替えられていたところを見ると、犯人がスニーカーを買ってそれを何らかのトリックに使ったと考えるのが自然だろう。イサムさんは出たばかりの新製品を早速買ってくるほどのスニーカーのマニアだった。なのになんであのな雨の日に別の靴もあるというのに、買ったばかりのナイバースのスニーカーを履いて外出してミスミススニーカーを泥だらけにしたりしたんだろう。傷がついてたから国男に見せるため外出はしていない。実はイサムさんは外出しなかったんだ。現場の状況から見てそう考えるべきだろう。これで引っかかっていた謎が一つ解けた。現場には2種類の足跡が残っていた。まず国男さんの家からイサムさんの家へ続いていた足跡、この足跡の主はイサム、誠一、それ以外の人。イサムさんのものとも誠一さんのものとも考えられない。これは二人以外の別の人物、つまり真犯人が残した足跡なんだ。あの足跡が犯人のものだとしたら、いろいろな謎が解ける。足跡はイサムさんの家に入っていくものしか残ってなかった。犯人が誠一さん以外にいるとしたら、犯人が抜け出した手段は、後ろ向きに歩いて屋根から出た。雨が山に抜け出した。後ろ向きに歩いた。地面に残っていた2種類の足跡、1つは平均的に重心がかかっているのに、もう1つはつま先に重心がかかりすぎている。この違いは、
後ろ向きに歩いたってことだ。家に入った時のものだと見えた足跡は実は後ろ向きに出て行った時のものだったんだ。これが犯人がイサムさんの家から抜け出したトリックだ。現場にはもう一つ庭をぐるりと回って玄関に戻ってくる足跡があったけど、イサムさんや誠一さんがこんな足跡を残す必要があったとは考えられない。これもまた犯人が残した足跡ではないだろうか。犯人があんな風に庭を一周して足跡を残したのは泥をつけるため、足跡をか確認するため、戻る時の練習のため、泥をつけるため、スニーカーに泥をつけるために歩いてきたんだ。犯人は2つあるスニーカーのうち1つを家に残してきた。サムイサムさんがそのスニーカーで戻ってきたように見せかけるためだ。しかし家に残してくるスニーカーの方にも泥の中を歩いてきたような跡がなければ偽装だとバレてしまう。そこで犯人はまず家に残してくる方のスニーカーを履いて庭をぐるりと回ってきて、スニーカーに泥をつけ、そしてもう1つのスニーカーに履き替えて後ろ向きに家から出て行ったんだ。犯人の使ったトリックは分かった。でもなんだって犯人はよりによってナイバースを買ってきたんだろう。イサムさんの家には他にももっと安い靴があったし、雨の日に履くことを考えればナイバーススニーカーだと、なぜそんな日に履いたのかと疑われてしまうと分かってるのに。有名だから、フィットするから、すり減ってないから。人の歩き方はそれぞれに癖があるから、靴底のすり減り方は人によって違うものだ。だから長く履いている靴の場合、同じ靴を買ってきても靴底のすり減り方を見れば誰の靴か分かってしまうから。犯人はイサムさんが一番最近に買ってまだ何回も履いてないナイバーススニーカーを選んだんだ。よし、これで今回の事件の概要ははっきりした。みんなを集めて事件解決だ。次に間違った選択肢を選んだ時を見ていきます。興味ないよという方はチャプターを作ってるので次に飛んじゃってください。では行きましょう。俺たちが島に来ていきなり目撃した事件。屋敷の庭で墜落死した宮田さん。宮田さんが落ちてきたと思われる4階の書斎の窓の内側には小さなガラスの破片が落ちていた。窓を突き破って外に落ちたのなら破片も外に落ちるはずだけど、部屋の中に落ちていたガラスは風で吹き込まれた。風が強い日なら割れた破片が風に吹かれて中に戻ってくることも。いや、そんなに風は吹いていなかった。これは違うな。別のガラスの破片、何かガラスでできた別のものが割れた破片じゃないか。いや、部屋の中には割れているガラス製のものなんてなかった。そうやってあらかじめ割っておいた窓ガラスの破片を犯人は燃えないゴミへ。ガラスは燃えないゴミへ。いや、資源ゴミになるのかな。いや、そんなんだったらトリックにも何にもならないじゃないか。窓の外へ落とした。宮田さんが窓を突き破って墜落したように見せかけるために窓の外へ落としておいたのか。いや、あの時宮田さんと一緒にガラスの破片も落ちてきた。宮田さんの遺体の上にも破片は乗っていた。だからこそ宮田さんが窓を突き破って落ちてきたように見えたんだ。あの時本当に宮田さんが落ちてきたのは4階の書斎から。そうだ、窓ガラスが割れてたわけだし、やっぱり4階の書斎から宮田さんは落ちてきたんだと犯人が見せかけようとしてたんじゃないのか。実は落ちてきたのではない。実は宮田さんはあの時落ちてきたんじゃなく、もともと地面で死んでたんじゃないかって。おいおい、宮田さんが落ちてくるところを何人もが目撃してるんだぜ。眠らせただけではいつ宮田さんが目覚めるかわからない。俺たちが屋敷に着いたタイミングで宮田さんが屋根の上から落ちてくるように犯人はタイマーをセットした。タイマーって何のだ。そばにいて突き落とした。確かに一番確実な方法はそばにいて突き落とすことだろう。しかしそのためには犯人はその場所にいなければならない。俺たちはあの時犯人と思われた誠一さんを探して屋敷中を探し回った。あの時犯人はどうやって逃げたんだ。第一、そんな危険な賭けを犯人はするだろうか。その携帯をどうやって鳴らしたんだろう。犯人が俺の睨んでいるあの人だとすると、アリバイを成立させるためには公衆電話を出かけた。近場の公衆電話を使えば。いや、今まで見てきたけどこの島には公衆電話なんかなかった。アラームをセットした。宮田さんの携帯のアラーム機能を使って時間が来たら鳴らすのは、いや、これだと俺たちが屋敷に来た時に鳴らせるとは限らない。これではダメだ。犯人の思惑通りに誠一さんはちょうど書斎にいたわけだけど、あの時誠一さんは里美さんたちを迎えに来た。長年会っていなかった妹である里美さんたちがあの日やってくるというので誠一さんも会いに来たのだろうか。だからって書斎にいる必要はないはずだ。忘れ物を取りに来た。誠一さん下村家の関係者だから屋敷に何か忘れ物をしていて、それを取りに来たということも。いや、追われている身でそんな危険を犯す意味はほとんどないな。
よし、宮田さんが殺された事件に関しては大体こんなところだろう。やはり誠一さんを陥れただけで視野には別にいる。最初の勇さんが殺された事件については誠一さんが犯人なのだろうか。そうでないとしたらあの家は密室と言っていい状態だった。一体どうやって犯人は勇さんを殺し足跡も残さずに逃げたのか。同じサイズデザインのナイバースのスニーカーが2つ見つかったが、1つは勇さん本人のものだとして、もう1つのスニーカーは勇がもう1つ買ってた。勇さんはスニーカーのマニアだったみたいだから、最初に買ったスニーカーに傷をつけてしまったんで、もう1つ傷のないものを買っておいたのだろうか。でもそうだとすると、なぜあんなところに捨てたのかがわからない。小五郎が履いてた。え？おっちゃんじゃナイバースのスニーカーの区別もつかないだろう。勇さんは出たばかりの新製品を早速買ってくるほどのスニーカーのマニアだったなのに、なんであんな雨の日に別の靴もあるというのに、買ったばかりのナイバーススニーカーを履いて外出してミスミススニーカーを泥だらけにしたりしたんだろう。傷がついてたから。そうだ、傷がついてしまったんで、勇さんもそんなスニーカーは大事にするつもりもなくて履き潰すつもりだったんじゃないだろうか。けどそういう気持ちもなかったとは言い切れないけど、そうだという証拠もない。憶測だけで物事を決めつけるもんじゃない。国男に見せるため。でも国男さんはスニーカーに傷がついてたのを知らなかったようだ。現場には2種類の足跡が残っていた。まず国男さんの家から勇さんの家へ続いていた足跡。この足跡の主は勇。おいおい、今まで捜査と推理を繰り返してこの勇さんのものと思われていた足跡が実は違う人のものではないかと分かってきたところじゃないのか。誠一、誠一さんのものだろうか。確かにその可能性も考えられなくはないけど、一体何のためにどうしてそんな足跡を残したんだろう。理由がないじゃないか。あの足跡が犯人のものだとしたら、いろいろな謎が解ける。足跡は勇さんの家に入っていくものしか残ってなかった。犯人が誠一さん以外にいるとしたら、犯人が抜け出した手段は屋根から出た。屋根の上に抜けて、そこから周りの森の木の枝にでもロープを張って、それを伝って逃げ出したということは考えられないだろうか。でも現場の木にそれらしき跡は残ってなかったし、想像だけで物を言っていても仕方がない。雨が止む前に抜け出した。雨が止む前に逃げれば足跡は雨が消してくれるかもしれないが、死亡推定時刻から犯行があったのは雨が降り止んだ後だと分かってるんだぜ。現場にはもう一つ庭をぐるりと回って玄関に戻ってくる足跡があったけど、勇さんや誠一さんがこんな足跡を残す必要があったとは考えられない。これもまた犯人が残した足跡ではないだろうか。犯人があんな風に庭を一周して足跡を残したのは足跡を確認するため。そうだ、周りに目撃者がいないか確認するために犯人は庭を一周して辺りを観察したんだ。でもそれだけならわざわざ庭まで行く必要はないよな。戻る時の練習のため。そうだ、後ろ向きに歩く練習のために犯人は庭を一周してきたんだ。違う、この足跡は前向きに歩いている足跡だったはずだ。犯人の使ったトリックは分かった。でもなんだって犯人はよりによってナイバースを買ってきたんだろう。勇さんの家には他にはもっと安い靴があったし、雨の日に履くことを考えればナイバースのスニーカーだとなぜそんな日に履いたのかと疑われてしまうと分かっているのに。有名だから、どうせ買うんだったら有名なブランドのスニーカーがいい。同じスニーカーを探すのも探しやすいし。でもマニアの勇さんが持っていたのは希少品だろう。フィットするから、後ろ向きに歩いたり現場から逃げ出す時に使うんだから、足にフィットして活動しやすい靴がいい。だから犯人はナイバースのスニーカーを選んだ。そもそも勇さんと犯人の足のサイズが同じかどうかもわからないじゃないか。よし、これで今回の事件の概要ははっきりした。みんなを集めて事件解決だっていう風になるんですね。洋館 2F 客室。お、蘭姉ちゃん、おじさんがね、謎は解けたから。あれどうしたの。あ、コナン君、里美さんがね、誠一さんに会いに行ったんだって。え、さっき戻ってきてね、国男さんが誠一兄さんを見つけたらしくて、でも国男さん兄さんの無実を信じてるから村の外れの空き家にしばらくかくまって話を聞くんだって。それで姉さんも話がしたいだろうからって、警察に見つからないようにこっそり兄さんと会わせてくれるって言って。いや、怪しいよ、絶対罠だぞ、逆に殺されるな。それで里美さんは、うん、兄さんに会ってくるって村に行ったわ。でもよかったね、お兄さんが無事で。これで誠一さんの無実を証明できれば。やばい、里美さんが危ない。え、コナン君、なんか言った？僕も誠一さんに会ってくる。え、ダメよ、コナン君、内緒で会ってるんだから。
あ、でもさっき警察の人がなんか慌てて村に向かって行ったよ。まさかバレちゃったのかしら。大変、私急いで知らせてくる。あ、待ってよラン、私たちも行くわよ。よし、俺も行こう。今上に行ってる場合じゃない、行けないんだ。お、おっちゃん、なんだ、決闘会でなんかあったのか。誠一さんが見つかったんだ。何、誠一さんが、よし、名探偵の出番だな。食堂にも入れないよね。今食堂に入っても仕方ない。だよね。執事、何やら騒がしいようですが何かございましたか。え、誠一さんが見つかった、それは一大事ですな。外に行こう。お、あ、コナン君大変なの。実はついさっき村に誠一さんが現れて。え、それで国夫さんと喧嘩が始まっちゃって、それで近くに里見さんいなかった。里見さんいたけどもう村中が大騒ぎ、大変なの。里見さんは無事？無事よ。それがどうかしたの？よかった。で、蘭姉ちゃんや小五郎おじさんは、ここに登ってくる途中で会ったから話したわ。みんな村へ行ったわよ。わかった。僕も行ってくる。その前に、右。違う、こっちじゃない。急がないと。で、上にも行けないよね。こっちに行っても仕方ない。で、左。こっちじゃない。はい。で、この下だよね。で、この先に行くと推理ショーが始まるらしく、今回エンディングまでが結構長いらしいので、ここまでにしておきます。はい、じゃあ今日も最後までご視聴していただき誠にありがとうございました。心より感謝いたします。ちょっとでも見やすかったよ、役に立ったよという方は高評価コメントの方もしていただけたら嬉しいです。そしてチャンネル登録も少しでもしてもいいかなと思っていただけたらよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。